レイ、朝ごはん用意しててくれてありがとうなどういたしましてっていうかもともと俊介が作ったカレーじゃん俺は温めただけだしスプッシュハウスに家政婦はいない男6人だけの共同生活であるにもかかわらず彼らはマメに自炊を行っている食事を作るのは主に三島俊介スーパーのポイントカードをこまめにためクーポンを駆使し 少しでも安く食材を手に入れようと必死になるその姿は一家の主婦である主婦じゃないぞあうん三島君牛乳も飲んでいいカレーに牛乳は変じゃないか冷蔵庫に冷たい麦茶があるぞああ、うんいいのいいのうん俺朝晩牛乳を飲むことにしてるから佐藤ひかるは まだ身長を伸ばすことを諦めていないようだ今日学校何時から俺は卒論の添削をもらうだけだから11時俺1次元からもう後期試験が始まるだろまだ講義があるのか教授の恩情による歩行でございます相川はその驚異的なコミュ力を生かし学部内に己の試験をバックアップする強力なネットワークを張り巡らしたその恩恵により ほとんど勉強をすることなく単位を取ることに成功しかし学校側はそんな彼に徹追を下すことにしたようだはいはいそうでございます調子ぶっこいてましたすみません担当教授が相川麗に言い渡したことはただ一つ最後の一年くらい真面目に勉強をせいでないと卒業させんぞって厳しくねそれでもまだ甘い方だと思うぞ 学校側は初等部から足掛け16年ちっとも勉強しないくせに要領よく進級していくお前に目をつむり続けてきたんだからな大体いいんでレイ君は大学に行ったの絶対勉強しないって分かってるのにだって大学行くとすげえいっぱい友達増えるじゃんうち留学生が多いからいろんな国のやつと知り合いになったぞ俺将来は絶対海外進出したいからすげえ勉強になった友達増えるの いいよなあ、三島くん俺も友達少ないけどこうして元気こんにちははじめまして俺は小栗亀太郎と言いますあああなたがケイが東京から呼んだという探偵さんですかわざわざご足労いただき申し訳ありません僕は白柳家 13代目当主白柳要ですどうぞよろしくいや俺は探偵なんて職業ではありませんよ一階の学生です恵子さんが勝手に買いかぶっただけですから僕かなちゃんと広沢君が真剣に演技しているところを生で見るのは初めてだよ二人とも子役からやってるだけあってすごくうまいね 古い館で連続殺人が起きて探偵が呼ばれてくる昭和ミステリードラマの定番だな二人とも雰囲気ぴったりだよ駆け出しの若い素人探偵とミステリアスな若き投主なんて謙遜なさらないでください小栗さんは東京で迷宮入りしそうになった難事件を解決して新聞にも載ったそうじゃないですかたまたまですよそうですかでは ゆっくりと我が館での滞在をお楽しみくださいおいまたあの音だどっかダクトが壊れてるんじゃないかこれは北の魔女が斧を引きずる音じゃない <laughs> 彼女大きな斧で犠牲者の頭をかち割ったらしいよえないい加減にしろそうだワクワクしてくるじゃないか お前もやめろフレップってこういうノリなのかスプシュだと絶対ないんだよなこういうのはうちはミステリーツアーは盛り上がるやつが多いなソータだけは怯えまくってるがカイ君って意外とスプラッタやホラーが好きじゃないよね俺は見かけによらず意外と普通なんだよつまらないなキリュウは下ネタ以外特に特徴ないからなうるせえよてかお前らもうやってんのかあのさ もう部屋に戻って早めに休まない今日撮影できなかった分明日の早朝から取り戻す予定だしそうだなまあこの吹雪も今夜中にはやむだろうそしたら明日は遅れを取り戻さないと今夜戊辰戦争の亡霊もしくは 北のの魔女に取り殺されれなけけばの話だけどね襲ってきたらそのまま地獄に放り込んでやるむしろ楽しみだわねえねえ今日は橋代君が俺たちのマネージャーなんでしょう、うんいろいろお世話してくれるのうんなんか新鮮だなサラちゃんが俺たちのマネジメントをしてくれるなんて研修生時代から毛玉を見るような目でしか見られたことなかったから。 というわけで海ぶどうと毛玉スケジュール通りにキリキリ働いてくれるスタッフさんや共演者さんに失礼があったらぶっ飛ばすからねええ何サラちゃん怖えな僕はいつも三原マネージャーが言う通りに言っただけだよ何かおかしかったそそうなんだマネージャーさんが違うと随分空気感が違うんだねまあとにかく今日は一日よろしくねこちらこそ 今日は一日よろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。お前ちゃんと地図を見てきた？一秒も見てない。<laughs> ちょっとは見ろよ。で、なんでタコがいんの？バナナ湖は海と繋がってるだろうがよ。ほら、よく地図を見ろ。王国？さすがに俺たちゼロ距離ではちょっと見えないかな。うん、バナナ湖はいわゆる奇水湖。 淡水中に海水が侵入している湖です息が出来ない元は淡水湖でしたが今から約500年前に起きた大地震によってう大きさが大きさ大地震によって砂包みが決壊し海と通じたそうです殺し…殺し…と今日はこちらで朝食を食べますギブギブ 本当に死ぬかと思ったもうオキ君ちゃんと手加減してよいや本気だったからいやんバカん気持ち悪い次市場内の食堂で撮影だからすぐ移動してくださいサらちゃん何なんでマスクを二重にしてるの魚臭いからシロ君お肉だけじゃなくて魚も苦手なのシチューやパスタの中に入っていれば食べるけど単体ではあんまり食べないね そんな変色で一体どうやってタンパク質を摂取してるの？大豆、チーズ、牛乳。沖くんと一緒じゃない？沖くんも納豆と牛乳が好きだよね。一緒にしないで。なんでだよ。わかるでしょ？うん、わかる。わかんねえよ。俺は一ミリもわかんねえよ。